安則はあまり飢えてないよな。なんでだ。あいつは人でなく。猛虎が霞むほど恐ろしい敵なのです。Buradan törnek olsun. よし、影。マシュー！
쟤 내게 멋있어. 하라고. 待たせてしまったな。ありがとうございました。行け、達者でな。助かった。ありがとうございます。さあ早く逃げよう。クロード様は兵を率いて戦うそうだ。
もらうつもり。一人じゃ無理だからね。で、もうこの船に気づかれずに通り抜けるってことか。それしか道はないだろう。その後は？カラクニも高麗も支配されてる。どこも奴らの領地だよ。今度はどう？まだまだ無事じゃないか。まだ無事なだけでしょ。俺にはできない。人を殺すなんて。走れ、影！Ellos asinta. ¡Un coche! Second man.
や。Энд алга би бас алчихлаа.
顧みて黄金の傘の下に座し、恐れる心洗い流さん。
酒井様。ケンジ、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。もうこの野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった。あっしはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の話は聞きたくない。信じてくれ。本当にこれからもっとひどいことになるぞ。すでにもうこれ十分やられただろう。バカ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様来ましたよ。ウディキンタルキンタッチ。そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガス。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマタス、モルピグニッボルソン。あいた。何にして、ミヨ。おい、まさかうまくいくとはな。レギオンハシンタ。Termunbaistarla. Termunbaistarla. Archie. Termunbaistarla. Termunbaistarla.
信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが撒いた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。モーコに食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。争いだ。そうか、危ない。乗りよう。再開様。
猛虎め、よくも寺を。このありさまを見てください。たっ飛ぶべき寺を血で汚すとは許しておけん。連綿と続く知恵が眠っておる地に火をつけようとするなど言語道断です。なぜ襲われたのだ。ここは民の希望の地。大風が猛虎を洗い流すよう皆で住職と共に祈っておりました。しかし今や住職は消え、豊玉随一の宝、寺のご本尊まで奪われる始末。兄が生きていれば僧たちが逃げ出すことなどなかったのに。兄君に代わり寺を救おう。ご本尊は猛虎に盗まれました。住職は近しい僧と避難を、無事だといいのですが。皆を手当てします。孔明様は無事でしょう。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。盗まれたものを返しに来た。発端は何だ。またこれを拝められようとは。ここの僧が命を捨て守ったのだ。そやつは僧ではなく総出で探しに出ました。我らが受け入れた百姓です。隠れておいででした。ある朝気づいたらこの仏像と私の装束を持っていなくなりました。里井岡。それは驚いた。盗人なのか。やつも等しく自らの行いの報いを受けたのでしょう。すると孔明様は昼夜を問わず石に怒鳴ってみせました。二人は己を恥じて仲直りを。兄君と住職の仲は。父親のように慕っておりました。住職が猛虎に囚われておるなら好都合であるな。口車に乗せ追い払ってくれるだろう。孔明様のことが分かってきましたね。孔明様は櫛寺にとって唯一の頼みの綱。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。よし、集落に向かうぞ。煙。集落からです。よし。
かわいそうに。お坊様が何をしたの？大変です。住職は？あの家に隠れておられましたが、猛虎が火をつけて。確かめましょう。生きたまま役なんて。ノリオ、猛虎は刀鍛冶をさらって武具を作らせてるって聞いたぞ。奴らのために働くまさか死んだ方がマシだ。どうして全て燃やしてしまう？違います。孔明様ではありません。他を探せ。俺だってそうさ。でもそれは一線を越える。水を蹴る空だ。藁の寝床、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。腕試しと行くぞ。なぜめあっしゅぐなめと。おおかっ。
血がある。飛び降りたな。木の裏に洞穴があるぞ。そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。
孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか？猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。口寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われると。手を結び猛虎を倒すぞ。民本尊も見つけねばな。きっと我らは浄土へ行けるはずだ。どうしてご本尊を？ここにあったのか？さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ？戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことで、どの層も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。静まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ、寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に？話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を斬り、寺を守れたのです。酒井様、あれを。寒い。何があった？一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った？森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。影。さあ。Oh!
尊を探せ。あそこ、大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。もう子供には恐ろしい天罰が下って、兄が成敗して名を上げた族もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。櫛寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と櫛寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。酒井様、ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの、恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。そうか、逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。
猛虎が来る。川から離れろ。ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
様。これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。